の司会者だと思うだろこんなの。違うじゃんこれ。誰に向けて告白すんのよこれを。本当に以上私みたいな方いますか。あ、いないですか。やっぱり隠し玉だこれは。またそうやって普通の女の子やりたいわけ。はい、すいません。いいよ、かけないようにはやりました。はい、お願いします。お願いします。この恋も匂いする。美しく永遠に色をつける。ならば私はその身に間違えた。はい、お願いします。はい、します。私は逃げも隠れもしない。花は散るから美しい。花は散ってより美しく咲き、恋は実を結び美しく永遠に色をつける。ならばこの実のもとに私はひざまずこう。あと一括です。はい、告白シーン OK なので、はい、その告白行くまでの流れは何だったのかっていうのは気になる。面白い。それで、それでさらに頭こっち足こっちにしてくれれば。どっち？こっち向き。こっち？うん。おお。そうだね。はい、あとカットです。オッケーです。はい、はい、じゃあ次オッケーです。はい、はい、オッケー。あとカットです。オッケー、オッケー。はい、大好き。ありがとうございます。OK です。OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。OK。はい。OK です。あ、OK です。AKB48 として多分求められているものがこれなので、実際のさやかは全然違うんだよなんてね。いつぐらいでしょうかね、私の本当のさやかをこのゲームで皆さんにお見せできるのは。5でしょうか、6でしょうか。交互期待。は草原でピクニックシートを引いてお昼寝したいです、一緒に。ね、ほらほん、これお願いしますよ、バンダイさん、お願い。きっとファンの人もそれを望んでる。でもいろんな秋元才加を見ていただきたいなと思います。逆に告白される側はサプライズだと思うんですね、っていう風に見てプレイしていただければ嬉しいなっていうのをすごく思います。可愛らしい秋元才加は別途ブログ、そしてメディアなどでチェックしていただければ嬉しいなと思います。男子諸君、プレイをしているのは男性の方が多いかもしれないけど、私よりかっこよくなっていろんなメンバーを落としてくれ。さらば。あ、会いに行けるときは行きたいなとは思うんですけど、私が2回会いに来たら10回会いに来てほしい。帰ってこなかったら、そうですね、緊急事態ですよね。お家に行きますかね、心配して。多分そのもう 2,3 通送って返事が返ってこなかったら、え、何があったんだろうって思うぐらいメールとか連絡は取ってたいなとは思いますけど、こうやって引っ張られたりするの好きです。なんか、ま、手をこう
自然につないでくれるのも嬉しいですし、この車道側とかをこうさりげなくこう引っ張ってくれ、危なかったらこうやって引っ張ってくれたりとか、あとこうやって椅子引いてくれたりとか、そういうレディーファーストじゃないですけど、そういうなんかちっちゃい心遣いが嬉しいかなとは思います。わがままかもしれないんですけど、なんかデートをしてる時にデートのコースを決める人、なんか何する、え何する、何食べたい、え、あどうする、映画行く、あじゃあどうする、どうするって、その時間がもったいないと思っちゃうんで、二人でこうデートする前にちゃんと決めてうまく時間を使いたいなって、もうそのえどうする、えどうする、どうするっていうやり取りがあった時点で私はちょっと冷めちゃうかなって思います。好きな人ですよね。まずそのメンバーにさりげなく聞く、えなんか付き合ってんのとか好きなのって聞く。で付き合ってるって言われたら、あそうなんだって多分一人落ち込むのかな。多分なんか そこで絶対私が付き合ってやるとかは全く多分思わないですね。